はいどうも皆さんおはこんばんにちは。はるな館長です。よろしくお願いします。ということで今回はこのレッツノート CFSV9 s v ねえ、購入してちょっと外観とかね、この NX と比較しながら見せていったんですけどもえ、次はですね、ちょっと起動とかね、そういう使用感とかちょっと見ていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい。ということでいきます。じゃあ、同時にポン。はい。今どっちもつきましたよ。 こっちがちょっと早いですねちょっと遅いあれあちなみにちょっとねこっちパナソニックのレッツノートはああ、そうでもないおおおあやっぱこっちの方が早かった <laughs> あれファストブートとかになってんのかなファストブートというかはいこんな感じで出ましたねこっちめっちゃかかってます NX2 いやめっちゃかかってるなあめちゃくちゃかかってるけど一応こうですねこんな感じで出ましたねうんいかがでしょうかなんかあれですねすごいなんか最初ねいい勝負かなと思ったんですけどあなんかその M.2 とか NVMe とかそんな関係ないのかなと思ってたんですけど普通にあれでしたね こっちの方が早かった。ちょっと待ってくださいね。一応これを表示してと。えー、っと、あちなみにこれ、ね、こういうところでバッテリーも見られます。1時間2分しか待ったっない。L 型ではないのでね。いや本当に L 型を買おう。<laughs> L 型を買おう。えー、っとね、ちょっと待ってください、ね。これね、まだセットアップもね、何もほとんどしてないんですよね。なのでちょっとね、お待ちいただきたいんですけども。 はい、こんな感じで出ましたね。えっと windows10pro ホームウィンテンホームが載ってる。あ、ウィンテンのホームが載ってますよこれホームエディションなんだ。えー、まあいいや。で、こんな感じでね。見えますでしょうか？10510u が載ってますね。はい、16ギガ載ってます。えー、ウィンテンホームなのか？なるほど。実はこれ中古でちょっと買ったのでかなり備品なんですけど。 中古で買ったのでちょっとホームまではちょっと詳しく見てるのかね。<laughs> まあまあまあ家庭用でプロを求めるのってそんなないけどね言ってないないですねでえっとちょっとグラフの変更とかやってはいこれで4個はね8スレッダーありますちゃんとねはいでこっちはね NX の方はえっと 3340M ですね i5 のもうこれでもね現役で使えるんですよかなりかなり使えます本当にえっとすごくねこう停電 U, U が付いてない M 型の低電圧なのでただのあっから標準電圧だ標準電圧なので結構ね僕はこっちの方を気に入ってますね使いやすいっていうのがあってでしかもあの最近こいつの,の SATA3 接続本当はできるのに SATA2 でしかできないっていう制限がかけられてる問題も突破して SATA3 とかにもしたので割とね基礎スペックも上げてはいるんですけどもそうなんですよねまあでもこっちもねいい感じかもしれない うん、何より軽いしねあでもあれだねこのエッジが入ってるってことはアップデートしてないねこのこのマークのエッジが入ってるってことはアップデートしてませんね <laughs> なるほどまあまあでもいいでしょでもう一つ私が試したかったことがありましてえっとまあこれをちょっと置いといてえっとこのねパワーパワーパワーデリバリーですよパワーデリバリー パワーーデリバリバが試せるかどうか,にかかかどうにってます、はいでえっと、今回試すのは、このラブパワーさんのこの、えっと、90W 出せるやつですね。はい。やつでちょっとね、試していきたいと思います。本当はね、えっと、もうちょっとなんか違うやつでもいいんだけど。あ一応ね、アンカーの、ね、モバイルバッテリーもあるんで、それでも試したいと思います。ま,あ、まずはね、あの電源にぶっ刺して試してみましょう。はい。ということで、これでね、ちょっとやっていきたいと思います。 ちょっと待ってねなんかちょっと暗くしようじゃあまず刺していきますはい刺しましたあ充電できてますね充電きてますね見えますかねこれこのランプが光ってますねであ普通に充電できてる普通に充電できてますねああ なるほどいい感じで普通に充電できているじゃああ次ちょっとこれやめてよいしょこれ高負荷をかけた時にどうなるかは見たいんだけどな本当はただここにガオ音とかちょっと入れてないんであれなんですけどよいしょで次これアンカーのモバイルバッテリーですね、えー、こいつですねだいたいマックス多分 45W ぐらいは出せるんじゃないかなとは思います。確かそんなんで買ったはず。じゃあちょっといきます。はい。これね、なんかパワーコア3とかって言ったやつだと思う。じゃあとりあえずね、ぶっ刺していきます。よいしょ。あ低速の USB ケーブルって出ましたね。ということは。 ななるほどなるほほどどでもこれでも充電はできている。あでもちゃんと充電はできてるんだ。あいいね。えっとね、まあ、要は何が多分問題かっていうと一応ねこいつのなんか推奨の電圧というか電圧とかワット数が65ワットって言ってるんですよ。2 0トの3ア以上か3 5アとかえっとそれぐらいは欲しいみたいな 3. んとかアンペアぐらいは欲しいって言ってたんですけども、まあ、こいつは。 えっとまあ、それに達しないと、まあ、どんだけ頑張っても 20V1.5A ぐらいかなうんそれいやもっとか 20V の、えっと、2.5ぐらいしか、まあ、2.4とかそれぐらいしか出せないのでまあこういうふうになるとでも一応ね充電はできてますねなるほど低速充電だとはいえども出るんだあそうなんだえでもさなんか一つ疑問に思うのがこれ言うえっと低電圧板のコアプロセッサーつんで 低速充電にしかできないのって結構きついよね。まあでも、ね、確かにね、そうなんですえ。なんでかっていうと、このね、AC アダプターも結構度肝抜いてて、これ、見えます出力 16V5.3A。どんだけ出すねんっていう感じじゃないですか。まあ、80W 以上超えてるんですよね。で、普通、あの、これ NX とかでも 65W ぐらいなんですよねだ。出すのでも。でも、なんか新しいのは、なんかこれぐらい出すっぽくって、 だからそういういところにあのかなまあこのラブパワーさんのでもねちょっと見えるかなこれね 20V4.5A だからまあこれぐらいは出さなきゃダメなのかなっていうだから 90W 以外のやつは全部弾かれるんだろうな例えばですけどもちょっとこれ外しますね えっとね、まあちょっと MacBook のも実は持ってるんですけど、これ。えっと、ちょっと見えるかな。はい、この USB の 30W のやつ持ってるんですけど、これでね、ちょっとやってみると。よいしょ。ちょっと刺しますね。じゃあいきまーす。あー、これでもだな。なんかバッテリー節約機能が働いちゃってるもんな。 あいやででももそうでもないかあだからあれだな 45W でも低速っていう風な扱いを受けちゃってだからえっ、ー、と 60W 以上ぐらい 65W 以上ぐらいなんなら多分 9065W 以上ぐらいはないとだから正常な充電というかその普通の速度の充電が、まあ、できにくいってことなんでしょうねそらく多分この中の IC で多分充電用と稼働用の多分 えっと、電源ってかそのアンペアを分けてるとは思うんですけども、そうか、そういうことなんだな。まあでも大丈夫です。あの、一応低速充電ケーブルって出てても、一応充電ができるんだったり、えっと、なぜかというと、こっちは、こっちは、あの、こんな表示もなかったからね。あの、こっちは普通に、えっと、このランプが、 このランプがね、このランプが点滅する、点滅しまくってたんで、もう充電していません、充電しました、充電していません、充電してますみたいな <laughs>、なってたんで、まあ、それに比べればね、だいぶましですよ。はい。っていうところですね。あ、でもね、とにもかくにもいい商品かなっていうふうに思います、これは。あ、よかった。いやね、本当にね、本当はね、これを使い続けてよかった、これを使い続けててもよかったと思ってます、正直。正直言うとね。えっと、だけども、 えっとじゃあ何が問題なのかって言うとやっぱりこのパワーデリバリーのこの給電に対応しているかとか充電に対応しているかっていうのがやっぱり一つえっとポイントになってくると思ってます。なので私はちょっとそのパワーデリバリー系とかにそういう風にちょっと手を出してしまってたんですけどもまあねなかなかねうまくいかないねその本当に無理やりねそのトリガーケーブルとかで取り出そうとしてもねアンペア数足りなかったりってやっぱ問題があるので皆さんもね普通にあの おとなしくとは言わないけど、普通にパワーデリバリー対応のノットパソコン買った方がいいと思います。正直 <laughs>。悩むのがしんどい。実はね、これ以外にもね、結構ね、戦ってはいたんですけども、パワーデリバリーで。ちょっともうそれを最近諦めて、あの、こういう風にちょっと新調しようかなっていうのでやってます。あちなみに、この NX2 とかはちゃんと現役で使えます、ちゃんと。これ、おうち PC としてはもう最高に使いやすいので、はい。 これはもうそこにバッとほっぽっといて使うっていうようなそんな用途で使おうかなと思っています。はいということで今回はですねパナソニックのレッツノート CFSV9 をちょっとご紹介してみました。 えーまあ、またね、ちょっとメモリーというか、あの SSD の増設とか乾燥とかそういったのもちょっとやろうかなと思うので、ぜひともね、見ていただければなと思っておりますので、えー、ぜひぜひ次回以降の動画もよろしくお願いいたします。ということで、えー、また次回の動画でお会いしましょう。春な館長でした。バイバイ。